まあそちらにね、赤い鳥居がありますんで、まあこういったね、まあ資料でね、今ここに来てるはずなんです。八千穂神社、まあ河合城址。果たしてあの神社が八千穂神社なんですかね。まあ、残念なお知らせがございます。まあ、八千穂神社ではございません。河合八幡宮です。いやー、こういうこともあるんだね。まあ、これはね、まあ、人生迷い人の常なんで、河合八幡宮。まあ風通しの良さそうな、まあこういったタイプも珍しいかもしれませんね。ああ、畳が開けてありますね。確かにね、まあ、屋内の見学には八幡宮と書いてございます。ここでピンとズームして合うかな。厳しいね。はい、河合八幡宮にいます。まあ、拝殿の向かって右側側面、まあ、幣殿、そして、まあ、本殿。まあ、いくつかね、まあ、境内ってありそうなんで、まあ、見ていきましょうか。はい、河合八幡宮のね、まあ、抹茶巡り。まあ、4基ばかりのね、祠。石宮ございます。秋葉山と、まあ、掘られています。こちらはちょっとわかりませんね。おお。まあ、お狐様が、まあ、いるからといって、まあ、即ね、まあ、稲荷神社かなって、まあ、決めてはいけないとは思うんですけど。まあ、稲荷明神かな。あ、記念名のあるものが、まあ、向こうから2番目ありますね。まあ、天保7年かな。はい、まあ右から2番目がね、まあ、天保7年、石宮でした。そしてね、まあ、剣塔ですね。まあ、きっとね、明かりを立てるところがね、まあ、ちょっと欠損しちゃったのかな。そして、まあ、暗く映っちゃうんだね。まあ、かなり難しい字だとは思うんですけど、まあ、一番上の文字はね、まあ、解雇。そして二番目が、まあ、礼。
そして下が神かな。まあ、木陰神。木陰の神。難しいよね。まあ、養蚕のね、まあ、豊作を願う。そのようなことだと思いますけど。まあ、孫中根。まあ、剣かな。記念名はありませんね。ほほほほ。皆さん、目に留まりましたか？まあ、野生動物遭遇シリーズ。綺麗な白だね。まあ、シラサギなのかな。でもあまり動かないんだね。